皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、2023年の11月15日水曜日1時半となってます。はい、コスモスアトムの価格は1400円台ということで、最近のね価格ということで推移しておりますね。若干ですね、全体的に相場の方はですね、下がっているという状況なんですけども、一時からするとですね、非常に価格の高騰っていうのが、起きたということですね。円安で151円ということでね、ちょっと微妙なところではあるんですけど、はい、このような感じで、コスモスに関してはですね、順位としては29位ということになってます。はい、今日はですね、コスモス関連のニュースということになりますが、ちょっとね、YouTube の配信っていうのが、少しね空いていましたが、再開していこうと思っております。はい、今回の動画は別としてですね、今後、できるだけ短くですね、動画の方を作ってコンスタントにお伝えできればなと思っております。はい、ということでね、最近コスモスの、今話題となっている、プロポーザル848ということになっていますが、インフレ率を 10% へということでね、インフレ率を下げるといった、提案というのが、上がっているということになります。はい、概要としましては、アトムインフレ率を約 14% から 10% に引き下げるということで、目的としていて、ステーキング APR としては約 19% から 13.4% になるということで、ステーキングのね、報酬っていうのも下がってくるというふうな感じかと思います。インフレを抑制して、ステーキングに対するより良いインセンティブを提供し、ネットワークのセキュリティを向上させるために投票される3つの提案のうちの最初のものになるということになっているようです。はい、ブロックワークスのリサーチっていうことで、調査があったわけですけど、それによるとですね、アトムがセキュリティに過剰な費用を支払っていることが判明しているということで、ステーキング率がね、非常に報酬がね、非常に高いわけですけど、それがですね、当たり前になっているというか、はい、って言ったところで、非常にね、今回のこのプロポーザル848については意見がね、分かれているという状況です。はい、ザキさんのですね、っていうことになってると思うんですけど、現在はですね、投票率っていうのがね、まだまだ達していないということになってますけど、現在の投票の状況としては、いいえっていうのが 40.9% ですね。で、はいが 35.3% ということになっていて、はい、イエス、ノーっていうところでですね、非常にね、行ったり来たりということになってます。で、11月26日までのね、投票期間ということになっていて、残りね、11日と。ということになってますが、はい、今回、いろんなバリデーターに関してもですね、ノーに、ね、していたのを件を変えたりとかね、いろんな、賛否、あるというところですね。のバリデーターによってもですね、見解、いろんな見解があって、はい、ノーに投票したとか S に投票したとかね、いろいろ言っているわけですね。現在ね、投票済みのバリデーターとしては、180のうちですね、58バリデーターが投票している状態かと思います。はい、まだね、結果出てませんけどもね、はい、このままどうなるかというところですね。はい、ということでね、議論されております。インターチェーン FM はですね、反対票ということで、チャンゴさんですねの、見解というのが上がっておりますね。不信任票ではないということで、理論的根拠についてということでね、説明していますね。はい、で848ですね、プロポーザルというのはということで、金融政策の変更ということで、はい、ビットコインのスケーリング戦争のような金融政策の変更というのは、かつては、放射性革新を、扱うかのように慎重かつ、系統的に扱われていたと。パラメーターを一つ変更するとコンセンサスバグが発生し、アトムを無限に鋳造できる脆弱性が発生し、悪い PR が発生し、コイン価格の下落につながるよというようなことも言われていると、こういった意見もあるわけですね。クリプト書さんとですね、ジャック・ザンプニーさんのね、会話というのもね、ちょっと聞いてるんですけども、はい、アトムのね、このインフレ率の半分の 10% 程度に引き下げられるという、ことに関して、チェーンの安全性を高めることのない、インフレにつながる多額の報酬を支払うのをやめる時が来ていますよという話が、上がっていたということになります。はい、これについてはですね、バリデーターに
関してはやっぱり、収益っていうのが減るので、まあ、バリデーターからするとですね、やっぱり収益率を下げるのはね、かなり嫌なことになると思うんですけど、ジャック・ザンブロリーさん曰くですね、まあ、アトムの今後の未来っていうのを考えるんであれば、やはりね、イエスだろうというような意見ですよね。はい。で、まあ、クリプトス社さんもやはりこの、まあ、ステーキングに関してはですね、大きなね報酬っていうところからするとですね、まあ、ステーカーに関してはですね、非常に、残念な部分もあるよねっていう話をしてましたね。まあ、ただ、全体的なアトムの、はい、今後のことを考えるとですね、はい、まあ、インフレ率を下げるっていう風な、まあ、動きですね、まあ、アトム 2.0 から話があったようにですね、インフレ率を下げるっていうのは結構ね、やっぱり、まあ、重要なポイントになってくるんじゃないかと思います。はい。いろんな意見がある中ですね、まあ、手数料を上げたらいいんじゃないかっていうね方もいましたし、まあ、いろんなね方法がね、あるわけですけど、やはりこういった重要なこのプロポーザルについては、まあ、意見がね結構分かれているなというところですね。はい。アトムに関してはですね、こういった、重要なシーンっていうのが今来ているわけですし、これだけではないというところなんですが、このねハイライトっていうことで、アトムの半分化からね下それぞれ書いてますけどもね、はい、アトムエピソードっていうことで、昔からのねアトムの歴史と、ジャックさんのね、とかザキさんのこととか、いろんな話があったわけですね。その中でちょっとポイントとしてはですね、やはりコスモスのね創設者の仲たがいというか、そういったところっていうのは非常に大きいことっていうのは前から言われてますし、それはねずっと引きずっているというようなところは確かにあるわけですね。で、シトさんも言うようにですね、シトさんもジャックさんも言うんですけど、コスモスに欠けているものというかっていうところで言うとですね、やはりマーケティングですよね。昔から言われているマーケティングに力を入れてこなかったっていうところが、失敗だったよねっていうことを言ってました。で、そこについてはですね、やはりインターチェンファンデーションであったり、オールインビッツであったりね、そういった会社の資金の使い方っていうのがやはりポイントで、微妙なところだったのかなと。で、他のねイーサリアムであったりソラナであったりね、アバランチだったり、いろんなカルダノであったりね、いろんなところあると思うんですけど、上位に食い込んでるですねプロジェクトっていうのはやはり、マーケティングがうまい、そしてマーケティングに結構ね力を入れて資金を使っているっていうところがやはり、大きくてですね、例えば ドバイのねイベントなんかではですね、カルダノとかソラナがね非常に盛り上がっていたりとかね、はい、するわけですね。で、コスモスに関してはそこがねちょっとね欠けていてですね、欠けていてというか、そこでこう、大きなね盛り上がりというか、大きなことができたらやはり、みんなにね、認知されるっていうところも含めですね、アトムの成長につながっていくっていうのはやっぱり、そういったねこう知ってもらうっていうところがやはり、大きいのかなというふうに、言ってました。そこを、シトさんがですね今後ねコンテンツを出していくっていうことで、YouTube でも、どんどんね配信していくということが、言われていたので、期待していきたいなと思いますし、そのね、資金の使い方っていうのがやはり今後、ネックになってくるのかなというふうに思います。はい。例えばですね、カルドノであったらチャールズ・ホスキンソンさんがですね、かなりの頻度で、皆さんにね、カルダノの、ユーザーにとってですね、ずっと配信してきたっていうのが結構大きかったということも言ってましたし、ポルカドットとかでもですね、そうですけど、やはり、主要な人物っていうのがいてですね、はい。そういった方がマーケティングを行っていくことで、ポルカドットだったら誰々だよねとか、イーサリアムだったら誰々だよねっていうね、主要な人物っていうのが、上がっているわけですね。それはもう過去の、ことですけども、コスモスの、逆にいいところは、そういったことを気にせずですね、技術を、磨いてきたっていうのがやっぱり、いいところではあるんですが、逆に、知ってもらえないがために、なかなか、そこを伸ばしていけないっていうのがやっぱりあるのかなと、そこをね、結構ね話されていたかなと思います。はい。今回ね、プロポーザル、大きな、ポイントだと思うんですけど、
ある方はですね、いろんな意見がある中ですね、インフレ率を下げてですね、ステーキング率も下がったとしても、例えばコスモスディファイっていうところで、いろんな、展開が待っていたりとか、LSM リキッドステーキングモジュールのねうまくね活用するとかですね、あるいはですね、アトムアクセレーターさんがですね今いろんなことを頑張っていて、物事をね前進させるためにですね貢献しているというところで、動きがあったりとか、今後のね展開というのがやっぱりいろんな方向から出てくるんじゃないか、それがねいろんなピースがはまってくればね、アトムの成長につながるんじゃないかなと思ってます。非常に意見が分かれるっていうところが、ポイントで、主要な方々の中でもね意見が分かれているので、ここがねうまくね、はまっていけばいいなと思います。コスモスの中でもですね、そういった、主要人物っていうのがこう、設定するというかね、カルテルの創設者って書いてますけど、ジャックスさんはどういった位置ですかとかね、聞いてましたけどね、結構でも有名ではないにしろですね、コスモスの関連の方からしたらですね、ジャックさんとかザキさんとか有名で、あったりとか、ただ、創設者に、ちょっとね微妙なところがあったりとかするので、引っ張っていくっていうよりは、いろんな方がこう、貢献者が、ちょっとね流し出てるっていう状態だけなので、今後ね、マーケティングには、重要なこう、要素が必要になってくるんじゃないかなと思います。このねエピソードの中でですね、コスモスが失敗したらどうなるのっていうね、こともね言っていたわけですけど、ジャックさんはですね、ストレンジラブっていうね、を運営しててですね、IBC の、拡張作業っていうのを行っているわけですけど、例えばそのストレンジラブに関してはソフトウェアエンジニアリングチームなので、コスモスが失敗したとしてもソフトウェアの構築を続けることができるというふうなことは言ってましたね。そういった意味ではですね、コスモスが失敗してもね、なんとかなるよ的な話はしていましたね。そういった意味でも IBC の拡張っていうのは、コスモスエコシステムにとっても重要ですけども、そういったね開発されている方々にとってもですね重要なポイントになっていると思います。最近ジャックさんはですね、今年の目標としてガーディアンというねものの上で、コスモス SDK っていうのをね、実行ということでね、今後数週間以内にですねオープンソースになるということで、発表がね控えているような感じになっています。どういったものかっていうのもね、どんどん情報出てくると思いますので、見ていきたいと思っています。それからですね、アトムの最高価格っていうのがね5000円以上になったと思うんですけど、一時期ね、それを超えていくにはですね、セレスティアのようなプロジェクトっていうのが、あと5個ぐらい必要だよねっていう話もしてましたね。ですので、今のね、課題点っていうのが結構あるというところですし、コスモス、のコスモスのね方向性っていうのがやはり、しっかり定まっていかないと、いけないというところ、そしてですね、やはり一番言われていたのが、いろんな、プロジェクトであったり、考えであったりね、っていうものがね一つにまとまった時がですね非常にねコスモスの、最大の成長につながるだろうということを言っていたので、今後ねそういった今ばらけたところをですね、しっかりねこう方向性が定まっていけば、コスモスの成長というのはね、加速するだろうというふうに、思いました。一部ね、ブログのね、引用なんですけど、コスモスの流通問題ということでクリプトスペースさんのねブログの一部ちょっと見ていきたいと思います。この中にですねコミュニティダップス流動性の断片化というところが、気になったので、見ていくんですけど、コスモスエコシステムではですね断片化されたコミュニティの問題が明らかになりつつあると。オプティミズムにはコミュニティのディスカッションやガバナンスの場を提供するスナップショットやミラーなどのプラットフォームがあると。コスモスにはそのような対話のためのネイティブの Web3 中心のプラットフォームがないというふうなことを言っていて、おそらく Web3 の最も重要な側面である独自の通信専用スペースなしで私たちのプロトコルを本当に完全に Web3 と見なすことができるのかという疑問を引き起こしますということが、一部ね言われているんですね。
これに関してはやはり言われる部分かなというふうに思いますし、はい、今ねオプティミズムにしてもね、アービトラムにしても、いろんな、名前がねこう知れ渡っているっていうところを見るとですね、やはりね、そういったコミュニティの問題っていうのが、重要な、ところなのかなと思います。はい、そこをですねクリプト使徒さんの方も、懸念しているので、そういったところをねクリプト使徒として、今後ですね、コンテンツ化していくとかっていうところを、言っていたので、それによって、コスモスをよりね認知を広げていくっていうところがやはり、今後のねマーケティングには必要なのかなと思っています。はい、ということで本日はですねいろんな、展開があるわけですけど、いろんなプロジェクトが進んでるというのは間違いないので、はい、コスモス界隈っていうのは、成長しているなというところ、ただ、そのコミュニティのそのね、こともあったりとか、まだまだ課題点っていうのがあるので、そういったところをね今後クリアしていかない限りですね、なかなか成長が見込めないなと思ってますので、その辺がですね、はっきりねこう、定まればなと思います。はい、最後ですね、インターチェーンファウンデーション創設者からの手紙ということで、839プロポーザルノーの理由ということでね、アッシュハンさんという方がですね、フォーラムでね、微妙な、内容のものをね、載せてますね。で、ICF に関してはですね、出資者になるんですかね、この方ね。で、イーさんとかブライアンさんが、いるわけですけど、そういった、この方は韓国の方で、要は税務報告というか、韓国での、新たな規制ですかねに対するですね、その規制を損失するためにですね、いろんなことをですね開示しないといけないということに対して、インターチェーンファンデーションの対応がですね非常に悪いというようなことを今言っていてですね、でインターチェーンファンデーションの、慢性的なね不信状況を、今後ねという話をしていましたし、不透明性があるということをね、言っているので、この辺ですね、はい、この方は出資者的な位置なので、運営というよりは、ちょっと違うのかなと思うんですが、その韓国のね法律的な面から、開示する必要性がね出てきた、それに対してですね、それがね果たせないというようなね声明を出しているということなので、そういったところもですね懸念点としては見えるので、今後ね解決していってくれたらなと思っております。オールインビッツに関してはちょっとね微妙な、ことしか聞かないので、出資のねっていうところに関しては機能していないと見ていますというところですね。はい、そのようなことがあるので、今後ねまだまだ、インターチェーンセキュリティもですねそこまでね、アトムに、まだまだね影響してませんので、あとアクセレーターに関してもそうですけども、今後の展開っていうのを見守るしかないのかなというふうに思ってます。はい、ということでね、本日はざっくりですけども、全体的にね今、そういう状況になっているということが、なんとなくね分かっていただければなと思いますし、今後のねコスモスの展開っていうのをやはりしっかりね見ていく必要があるなと思います。はい、ということでね本日は以上となってます。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。